では本日はよろしくお願いしますよろしくお願いしますウェディングプランナーの椿山です、えー、そしてスタッフのコーチくんよろしくお願いしますそしてスタッフの前田さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします,しますえー、とまあシープンさんね結婚式控えてるということでまあ僕といたしましてはまああのまあ軽く実績なんかを言いますと 本当にまあ2000組以上のお結婚式をこのプランニングさせていただいてますので、まああらゆるパターンというのは僕頭に入ってます。はい。えー、そして周文さんがどのような方向性の結婚式、どのような感じの結婚式をやりたいのかっていうのを今日ヒアリングさせてもらって、えー、徐々に形にしていこうかなという感じでございます。はい。よろしくお願いします。お願いします。えー、まずですね。 えー、まあ、大前提、この結婚式ということですけども、この、まあ、ウエディングドレスを着られるのかそうす、はたまた和装なのか、そういうところからお伺いしたいんですけども。はいうーんやっぱ私が着たいのは、ウエディングドレスですね。はい、はいいいや本当にお似合いだと思いますはい <laughs> ありがとうございます。ええー、そとなると、おなんとなくこの方向性も固まってくるんですけど。どうでしょう。あの、規模。規模感。どんな感じですか、ね。あの、あの、こじんまりやりたいっていう方もいれば、このたくさん呼びたいっていう方も。おられるんですね。規模としてはやっぱ。大勢で。やりたい。って思ってますね。素晴らしいですね。はい。はい。 えー、わかりました。えっ、ー、と、まあ、あのー、まあそう、大勢でやりたいってことになると、まあ、この借りる場所。まあ、例えばホテルの大きなところを借りるのかとか、まあ、あと。そうですね。あの、教会に併設された、そういうちょっと、あのー、素敵なテラスとかもあるような場所とかもございます。えー、あの、どうですか。そのどこどこで結婚式をあげたいっていうのはもう。 お決まりになって,るっているととううここですねうーんどっこれ結婚式をあげたいまあ,あのうんここの教会がいいとかここのホテルであげたいとかそういう希望はまだ特にはないまだ決まってない状態ですね。わかりました。はい、まあ,あの我々いろんなあとことつながりありますのでもうあらゆる選択肢ご用意できます。 そうね、えっ、ー、と、構築のはい、あ君、前回やらしてもらったあの結婚式はいであの使った会場あったよね。はい、はい、あっこ、すごいあの規模的にも今回のお客様、周、うん、文さんにはぴったりかなと思うんだけど、その時の資料ってあるかね。あえー、っと今、ちょっと手元になくて、あのデスクの方にあるんで、ちょっと取りに行ってもよろしいですか。あうん お願いします。はい。じゃすみません。はい、ちょっと一旦あの画面オフさせていただきます。はい。すみません。<や>失礼します。本当に高知くんはねあのすごい優秀な人。んこれ。ん？あのすあごめんすごめんさいあの優秀なねあのうちのスタッフなので。 いやでも本当にねあのこれおめでたいおめでたいことなのであの100%いや120%修文さんが、えー、考えるこのイメージする結婚式これを実現させたいし、うん、させる自信はありますはいすみませんあのしあの資料がちょっとなかったんですよすみませんごめんなさいあのまたあの次の打ち合わせには必ず あの用意しておくんではいすいませんでした。なか,、はい、なかったから。はいすいません,ごめんなさい。なんはい、じゃあ次のうちはまでにあのいろんなあ資料をご用意させていただきます、はい。お願いします失礼いたしました。えっとこれ、えー、結婚式を挙げるにあたって、えー、その内容とかプランってこの,あのご主人様とあのお話とかってされてますかねうーんまだあんまりしてない状態でっやっぱ今日 いろいろ聞きたくて相談させていただいてますはい、はいすはい、えー、とこうやってね、まあ、あのおしゃべりさせていただいている中で、まあ、サプライズですよね、はい、サプライズみたいなこともできるわけですあのお二人で打ち合わせされてる場合はなかなかねこのサプライズの打ち合わせってできないんですけどこのお一人ずつの場合このサプライズの打ち合わせができるっていうのが利点です何かこの驚かせたいとかそういうのはちょっとやってみたいなっていうのはあります サプライズか。うん。まあ演出ですよね。うん、なんだろうな。あの、まあ、やってみたいか、えー、別にそんななしでもいいよっていうなら、どっちがいいですかね。やっぱでも、あった方が。盛り上がりますよね。これ本当にそうなんですよ。はい。あの、そこでね、あの、まあ、びっくりして涙される方なんかも。いますので。はい、じゃ、そういうのも、ちょっと考えていきましょうか。はい。 えっと、前田さん。はい。あの、前田さんね、本当に、あのー。まあ、あの、キャリアも長いですし。あの、いろんな演出方法を知ってますの、ね、でうちの前田さん。<laughs> あのー、以前やった、あの、サプライズの演出のプラン。はい。何パターンかまとめてある。資料ありましたよね。ああ、はい、ありました。あ、それ、お願いできますか。ああ、じゃ、あちょっと資料室行って、取ってきます。お願いします。お願いします。はい。 本当にねあの百戦レンマンあのやっぱり経験 経験豊富なあのスタッフが多いです、うちは。僕もまだあのキャリア的にはねあの、うん。前田さんほどではないんですけども、非常に戦力すいません、椿山さん。ちょっとありませんでした。<laughs> すいません。次回までにご用意させていただきますので。はい。 いいこの、はい、ごめんなさいね、シエブンさんあの、その資料っていうのはあの共有してなかったかな、コーチくんとか僕ですか、うん、ちょっと確認していいですか。うん、すみません、失礼します。はい、あ画面そのままでいいよ。うん、うないですね、やっぱりあのデータとかでも共有してないかな。データ、ちょっと待ってくださいね。 画面、うん。こう、パッと見た感じじゃないです。わかりました。まあ、なんとなく僕の記憶でいかしていただきますけども、まあ、あの、お手紙なんかこの読みますよね。うん。そうですね。うん、お手紙の内容なんかでこのサプライズ、え内容はもちろん、あのね、あの、その場でこの読むっていう感じになるんですけども、あの、 まあ、それ手紙の内容に合わせた VTR を作成して、えー、流すだとかう、うん、そういういプランして今まあ,あ人気なのがやはりあのこの終わった後のこのエンドロールの演出、はい、その日に撮影した名場面なんかをもうそのまま流しながらこのエンドロール参列者の名前なんかも出していくっていうのが非常にこの感動的であったりするんですよ。うん そのサンプルの,あの資料ってあったかな前田さんでしたっけはい、はいあの。エンディングのエンドロールの、はい、資料のサンプルってありましたえっと、ちょっと確認してきます。はい。あ画面はそのままでも大丈夫です。うん、<laughs> あすいません。やっぱり 見つかりませんでした。ちゃんと探してもらってますかね。えっと、もう一回見ていきます。あっ、なかったなら全然大丈夫です。すいません、やっぱりないです。すいません、次回までにきっちり用意させていただきますので。お願いします。まあ お時間はまだまだあるということで、まあ、こういう打ち,な打ち合わせ何回もこの重ねながらあのどんどん具体化していきたいなと思ってますのではいお願いしますあのはいあの新郎様の,、はい、あのお写真なんかを見せていただけると我々もちょっとイメージしやすいかなと思いまして。 あーありますよ。あすいません。それちょっと、この画面越していいので、ちょっとお見せいただけますかね。あはい、じゃあちょっと待っててください。すいません。申し訳ございません。え <laughs>、うん、この辺にあった気がする。 ごめんなさいすみません、ちょっと探したんですけど、はい、今ちょっと見当たらなくて。<laughs> ないですか、あの、あのスマホのあの写真とか画像とかでも大丈夫なんですけども。うん、もう一回探してみます、すいません。はい、全然画像データで大丈夫ですので、そのまま。はい、はい 前田さんはいはい聞こえてますか、はいはいあの次のあの会議までにアイコンの写真変更しておいてくださいはいわかりましたはいわかりました信頼あの信用問題にちょっと関わっちゃいますのではいはい 分かりました、うん。ごめんなさい。探してたんですけど、ちょっと電波が悪いかな。写真撮られるのが嫌いな人なので。写真撮られるのが嫌い。も 椿山さん。はい。椿山さん、すみません。はいはい。どうぞ。私打ち合わせがちょっと入っておりまして。あまりお客様の前で、そういうことは。あ,<ー>あ、はい。すみません。僕、ちょっと、もう。ど、どうしましょう。あ、わかりました。じゃあ、あの、一言、周文さんは、これも。聞こえてるのかな。あの、一言、じゃあ、あの。周文さんに。はい。あ、じゃあ。 えーと僕、突っ込まれた次の会議が立て込んでまして、あ,あんまりそういうことを言うはずな,ない。じゃあ、僕、いただきます、ここ。はい、すみません。あ、いい抜けていただきます。あ、大丈夫ですか大丈夫そうですか。<laughs> ちょっとあの電波がちょっと今乱れちゃって、全然それは問題ないですね。あごめんなさい。すみません。 いえいえあの、まだ時間はあるということです、すあのどんどん我々も形にしていきたいなと思いますので。はい。はい。えっと、うちのスタッフの高知君が、高、え、知、ー、チがもうじゃあ大丈夫かなはい、すいません。うん。じゃあ、あの引き続き、えーま、作業に戻っていただいて。はい。 引き続き続よろししくお願いします資料なんかをまとめておいてください、次の打ち合わせのためにね。あ一応、今回まとめてはきたんですけど、はい、あそうじゃあそれを出してくださいあ。じゃあちょっと探していきますね。はい、それを言ってるんです、はい、僕。はい前田さんははい、前田さんあのはまとめていただいてないですかえといやまとめてます。 あそれを僕言ってるんです。それを出してください。はい。じゃあちょっと取りに行ってきます。<laughs> すいません。ちょっとお待たせしちゃいました。いえいうん あ写真ありました写真ですか旦那さんのはいあはいそれあなければないでいいんですけどもあちょっと今はないですけどないですねはいなんかこの新郎、うん、様のこのご趣味が分かるような うん、写真というか、なんかそういう、ないですかね、趣味がわかる写真、はい。やっぱそのパーソナルな部分を、この情報として、落とし込みたいっていうのはあるんですよね、このプランニングに。じゃあ、すいません、もう一回探してきてもいいですかね、すいません。 調子出ないな。